なんかドキドキする。なんか初めての旅行行くみたいな感じですね。車の中で見よう。そうですね。機内で。意外と温泉行きたい。あんまり遠いところ行かれへんし。ちょっと温泉探すわ。お願いします。これな思うねんけど、もう僕が、うん、天童さんぐらいの知名度があったら、うん、皆様多分この便は全席禁煙です。帰ってくるまでにお金だいぶ増える。通路化粧室も禁煙です。皆様の安全運行に対するご協力をお願いします。多分おらんご案内します。大井大輔チャンネル、お疲れ様です。ありがとうございます、はい、なんか寒いな。到着しましたね。千歳に着きましたけども、さあ今からどうするか。とりあえず関空でホテル安いとこ探したらあったんで取ってんけど、そのホテルがこっから近いんか遠いんかも気にせずに安さだけで取りました。とりあえずそのホテルにこの荷物を置いてキャンプ行こう思ってたから、結構重たいからこの荷物を置いてからやな。とりあえず電車で千歳行けばいいやろ、はい、そうですね、はい、では行きましょうか。それでは行ってみよう。はい。いいですね。自虐になるけど。インスタ用に。インスタ用に、はい。これでエアポート、ちょっと待って、いやこれでいいか。寒いな。寒い。いや着いた。千歳。千歳着きましたね。あれなんかな、天童さんと千歳のこの看板の下で記念写真撮ったような思いがある。大昔に。すごいな、千歳やね。聞かれるで。はい。ホテルがここから歩いて9分？はい。10分ぐらいです、ね。10分。はい。10分か。この寒い中、大きな荷物を持って。せやな。車なんで。車ありますけども、とりあえず乗ろう。所持金がとりあえずしんどいから。めっちゃ近いけどいいですか。もうな、はい、はい、お願いします。もう9分歩かれへんわ。9分なけなしのお金が。駅遠いで、これ。あ、遠いですね。これでも、あれやな、明日もまたタクシーで駅まで行かなか行かないだが、そうですね。行けるん、まあ、とりあえず荷物置いて、はい、ちょっと一回作戦、作戦会議会しましょう。大井大輔チャンネル。まあ、とりあえず屋根のついたところで寝れるということで。な、はい、湯も沸いたし落ち着きましょうか。コーヒーで飲む。あ、すみません、じゃあ入っていきます。これ、あ、僕やりますよ。え、いいよ、ね、取っときいいな。ついてます。ついてる。俺これ、あれか、空港からずっと続いてます。ついてた、知ってた。いや、知らなかったですけど。空港の、めっちゃ痛い、痛い、毛抜ける、これ痛い痛い。
こんなん空港からつけてたんや。小ネタ挟んできますね。いや、知らんって俺。こんなんついてたん知らんもんな。ほんまに。ありがとうございます。ちゃんと今帰っても全部手洗って、はい、ものすごいルームサービスが充実してるんじゃんこれ。はい、な、目の毒と言いますか。いや食べようや。食べましょうか。食べに行くか。ちょっと周り散策しながらなんか入れるお店ね。そうやな、探してみましょうか。せっかく北海道来たから。なんか食べたいやな。なんだかんだ9時ですからね。もう9時？はい、9時過ぎてんな。ほんまやな、なんで。あ、そうか、もう6時の飛行機やもんな。はい、8時着いて、はい、9時。カップ焼きそばってやろ。俺カップ焼きそば好きやねんね。はい、本当ですか。うん、お、これカップ焼きそば食べといて、はい、無難なんは最後に豪勢なものを食べて帰るか。なるほど、一番あれですね、無難な感じ。無難な感じですね。大井大輔風に言うと、はい、今日全部使ってしまう。それもちょっと見てみたい僕がいる。今日使ってしもって、うん、後から考える。どうも明日知り合いの方が、さっき空港で電話してんやんか。もうね、あれお前、俺ほんで明日札幌行くわ。もう多分15年とか20年会ってないんだけど、昨日俺寝てんやん。ほんなら寝るけど、ほんなら夢で出てきてん。え、その人がなんで出てきたんか知らんねんけど、昨日の夢で出てきて、ほんで今日札幌に来るって俺全然知らんやん。びっくりしてぐらいやから。それやのにその人が昨日の夢に出てきたっていうのはなんかすごいな。なんか作り話ちゃいますぐらいやろ。ほんまにそうやねん。ほんまにびっくりした。なんかほんまっぽい。ほんまやね、ほんまやね、びっくりした。なんと遠藤さんにね。あ、もしもし。着きました。もう今千歳でね、いやホテル取って今荷物だけ置きにホテル来たんです。もうはい、了解です。はい、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 どうでしたか。なんか最強のバックアップがついてる感じがしました。もうどれでもなるやろ。な、札幌であれ困ったら誰かに電話しといたのかな言ってたから。なんとかなんちゃう。大井大輔チャンネル。ちなみに予想されていたキャンプ、どういうものを持ち込まれてたんですか。これな、うん、キャンプや思ってたよ。はい、だけどまあキャンプで夜暇やったらあかんから、このタブレットいうの。タブレット。これはまあ別にな、はい、重たいのこれや、もう本。突然渡されたこの本。なんか参考になるんかな。な、使いたいですね。で突然渡された天童さん T シャツ。今も着てられてますよね。これ今も着てきてんけど、はい、これを着て、はい、なんていうの、条件クリアせなあかんっていうの。これ着て、はい、な、でまあこれが俺の着替えなんてこんなもんやねん。あ、なるほど。これ。あ、でもなんか T シャツ容器入ってるわ。なんでこんな入れてきたんやろ。キャンプですからね。山やと思ったから、
こう汗かいたり汚れたりしたらあかんと思って、でこれ T シャツだけこれ、でこれはもう歯ブラシセットやんか。これはなんかちょっと常備薬っぽいの。これも重たいね、これ、このバッテリーと、これ山やと思ってたから、電池なかったらあかんやん。俺 YouTube の自撮りするやつ、これで焚き火とかしてこう撮って、あの遠藤くんに火が燃え移ったらこう撮るとかどんなハプニングですかこれもなんかあのこれで撮るやつな。これなんか重たいね、こんだけやで。で、あ、ヒゲ剃りなんかいらんかったやん。こんなんやったら。明日になったらもうヒゲ生えてるわ。で、あとこの充電器と。で、突然北海道や言うたから、天童さんがこれ持っていけて、あの車に入って、これいつから洗ってないのか分かれへんような、これ。優しいですね。いや、じゃあこれ天童さんのちゃうで。俺の車に、もう積みっぱなしになってたやつ。こいつはちょっと、でも臭くない、デニューしてるほんまですか、うん、ほんであの山の中で温泉とかあったら入ろうみたいな、タオルとこんだけです。はい、いやでもこれだけやのになんでこんな重たいんやこういう使い物が重たいんやろな。そうですね、これな。いや、バッテリー類は全部ここのコンセントでそうやな、あの充電しとかなからな、明日切れたらあかん。そうですね、これもな。はい、ということで、はい、ありがとうございます。行こうか。はい、行きましょうか。探索行こう。はい。